どうも、9番街レトロの中村です。京極です。お願いいたします。お願いします。はい、今日はですね、はい、もう分かってるやん何、面白ゲーム持ってきました。第4弾、出た、神ゲー紹介します。第4弾でございます。もうね、お前これ、いや、ちょっとね、正直ごめん、今まで。ええー、うん、お前今までの否定すんの、やめてよそれは。いや、まあ、否定とまではいかへんけれども、うん、ちょっとレベルちゃうわ、面白さ。うん、それ楽しみですよ。今回はこちら、胴上げ祭り何おもろいね楽しんでくれてる笑いに感じへんけど、プンプンしてますよ、匂いが。はい、こちらですね、ちょっと映ってますかね。見てください、もうタップでスタートやのにもう胴上げします。もうこれ簡単です。胴上げするんですよ。バーンってこう、うん、待って、胴上げ胴上げで、あ、どんだけ高くいけるか。そうで、こう回数によって、なるほど、点数というかね、そのいったメートル、うん、上がっていきますんで、それを競う。簡単やね。うん、ええやん。もうだからね、正直説明もいらないです。また早速、じゃあちょっとやってるとこ見てもらいましょうかね。はい、お願いします。今日僕も見ては、もう見て学んで。はい、わかりました。ほら、上がってきた。このね、なんかね、テアンデーとか言うたら、うん、いいタイミングっていう。あ、そうなの。たまやん。そうです。めちゃめちゃやん。そうよ、これ。ええー。息だね。そういや、そういや。失敗するときは死ぬときじゃないの、これ。ちょっと、初めてぐらい言ってますね。その、こんな言ったことない。そうそうそう。息だね。あ、そうなんだ。ちゃんと。シャってなるから。そうですよ。これ、何ですか、じゃ、なんか出てきた時は怖いから、いいえか、バツのボタンあったら、バツ。え？はい。だからもう一回じゃあ練習させたら、今日やってみ？なんかもらったで。うん。まあ最初やからね。お、簡単にそんな押さへん、もしかしたらあるから。なんか出てきたらバツ。もう正直落ちていたいですからね、この距離感でも。だからね、いつか終わりを、あっいや、でもそんなにいかんから。さっき俺ビルの上まで行ってアングラやってんから。ぐらい乗ったら乗ったで、それ。いいえ、前も取って怖いぜ。100万円くれますか、かもしれへん。はいはいはい。じゃあこれで、うん、バトルで、今のこの、まあ、記録出てますね。ベストが 177.45m、うん、50.63m、 もうこれね、うん、忠実にちゃんと測ってくれてるんですよその点とかね、 50m とかいや、でも今までのゲームよりはかなりしっかりしてる、うん、そうやろ。なんか今までのがね、まあ、相当あれです。いや、そう、もう、すごい面白いですよ、手押し相撲とか。でもね、面白いから。でも全部同じ人が作ってる匂いを、ね、するんですけど。いや、発想の天才よ、そいつ。じゃあね、もう、勝負。勝負ね。そう、メートル数。ジュースかけようか。オッケーオッケーオッケー。いいしょっぱなかな。いいよ。よしよしよし。じゃあ、これ僕、先行でいい？うん。はい。言って、なんか出たら、デアンデイ。そうそう、の方が盛り上がれる。こっちでも盛り上げにかからないから。わっしょい。そう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 。そういや、そういや。よっしゃ。おい。わっしょい。そういや、そういや。あ！ごめんなさい。おせや、いいえ。なんでナイキのアプリ気になんねん。おせや、いいえよ。いらんって。いらんって。ええわ、これ。俺の携帯やねんけど。ごめんごめん。撮るけど。好き。撮っといて。はい、戻って。さっきのゲーム。俺のが何メートルやったか見ないと、まず。90.03m。 90.03 ね。はい。で、90.04 以上やったら勝ち。はい。わかりました。あー、もうちょっと行きたかったな、さすがに。ジュースやろ、90.03。多分ね、これね、あの、僕、
宇宙とかまで行くんですよ。え？宇宙行った時とかむっちゃおもろいからそこまで行きたいんよ。わっしょい！たまやー、そんやそんや、てやんでいい、たまやー、うわ、もう行ってもやん。なんで靴気になんねん。ええわ、ナイキ。もう、人のもの。はい！いや？嫌やったらいいけど。ジュース。嫌やったらええの？うん。嫌やったら。だってこんなんでさ、仲悪なるゲームやと思われたらよくないから。いや、嫌やったらいいけど。え、いいや。うん、よかった。うわ、最悪や。パラクラッチの杉本がお疲れっす。明日何時ぐらいから二人とも行ける？そや。パラクラッチの杉本が、彼女と、これだからまだそれ以降に流してほしいけど、うん、彼女との誕生日プレゼントをペアルックにしたいから、それついてきてって。すごい気持ち悪いんですけど。めちゃめちゃ選別した結果、俺と柔らの鈴木二人やったらしい。どっちも別に服好きちゃうのに。確かに。じゃ、ちょっとこれ、もう、協力にしようか。オッケー。これ、宇宙とかまで行くんすよ。宇宙行こう。思ってるより宇宙やからな。どういうの？その、分かれへん。じゃ、行きましょう。じゃ、その映像をね、頑張って見せたい。ここはね、もう、完全にね。行きだね。どれが一番いいとこあるの？そんなんない。ちょっとな、頼むわ。最初にタタタタタってやった方が一気に行くスタートダッシュみたいなのあるけど、持ってます。あるあるない。持ってんねんか。持ってんねん、これ。しつこいよな、ここ。確かに、その、あれにして、機内モード。そういう技とかも知ってる、こいつ。ゲームに集中してほしいねんから。いけますか、はい、ちょっと待って。何？まあいいでしょ。いきなり始まんねんの。いや、そうやねん。そういうところがね、何にも考えてないんですよ。ちょっと遅なってきてるよ。はい。いいね。はい。あー、めっちゃむずいな。恐怖な、わかったわ。なに？お前、おい。1.2 倍なの。使うなや、1.2 倍のやつ。ほら、もう飛ぶ感じある。お前、ここ超えたい。お前、もったいない、 1.2 倍。一回じゃん。もう一回やっていい？いいよって言う前にやってる。レベル上がりそうになってる。ちょっとね。宇宙行かれへんな。宇宙行けんの、ほんまに。じゃ、もう、まず空やわ。まず飛行機越えろ。飛行機ぶつかりそうなのに。また、その、ほんまに、実際であり得るぐらいの高さやな。ありえへんよ、34まだ。もう見えへんからな。だってさ、この、よう見て。このさ、祭りって書いてるさ、この、手前から左、うん、こっち、この、茶髪の方、金髪じゃない茶髪の方。うん、その、足がさ、こうなってるよ。ほら、踏み込んでほしいよ。こうなってるんだ。体の向きに対して、そうそう、足こうなってる。こうなってるところでこうやっても力が入らない。いや、正直な、これクリスマスツリーなんかなとか思って、クリスマスの時期になったら装飾とかされるのかなと か余計なこと考えちゃう。今ハロウィンじゃない時期に絶対ない。お、ここ越えたい。ビルは越えたいね。一回行ったやつから下がるとかあんねんな。おぉ！いいよ。ここ越えたい。おっし！見せてよ。いった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 。見せてくれ。
よし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 。もう、俺の限界はここなんかなって思っちゃう。言って、お願い。盛り上がらんと思うの。いいね。いいね。掴んできた。掴んできた。いいね。最高いった。そういうやつかなとは思った。その、よしよし、最高いったって言ったらもうそこで気持ちの満足がある人かなとは思った。言わん方がいいかもって。あれ、マックスは言ったよ。一緒なんか、ツリー的な見えた。スカイツリーみたいなな。うん。ハイトークでやってんのかな、じゃあ。こんな山なんかないわ、なんか。いった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 ここ越えたいやぁごめんなさいごめんなさい怒られる怒られる自分に怒られるちょでも次越えたから次そあのそうそうだな飛行機飛行機この辺は安全にいっときたいなどのぐらいの距離がいい隣の人いっぱい人おると思ってんじゃんちょっともうやめようやめよう宇宙けど宇宙行くまでやっててほんで行ったらちゃんとツイッターとか載せて大々的になんで一人でやらなあかんねんだって今日僕の人撮ってもうたもん俺のは iPhone7 やからアプリ取りすぎてもう帰らへんなってこのようにもうハマってしまってエンディングを取れないぐらいになっちゃうぐらい面白いゲームになっております皆さんもよろしければ本当に撮ってみて宇宙行ったっていう人は俺にご報告最高記録みんなで競おうよねありがとうございました9番街レトロでした靴買っちゃう